これからレンタル自習室 EMIX の秋葉原店を説明させていただきます。レンタル自習室 EMIX は2011年の創業以来延べ6600人以上の方が利用しておりまして、資格試験、大学受験などの試験勉強などですね通じて総武線沿線でナンバーワンの自習室となっております。はい、入っていきます。今たまたま誰もいない時間なので誰もいませんけども、こうになっておりますね。はい、ワイドの席とレギュラーの席とあるんですけども、今たまたまワイドの席は全部満席となっておりまして、こいつと荷物の置きっぱなしをしております。レギュラーの席というのはこちら80センチの席でございます。幅が80センチの席ですね。で、10席と指定席とありますけども、10席は10席と書いてあるところだったらどこでもご利用いただけるというものです。指定席の場合は今10席のところを指定していただいて、そこを指定席にするという、そういうものでございます。ですので、隣が自由席、その隣が指定席とか、そういうことがあるわけですね。はい。で、10席の場合は他の方も利用することはありますので、荷物の置きっぱなしはできません。指定席の場合、24時間であれば荷物の置きっぱなしをすることは可能ですが、盗難の保証はしておりませんので、あらかじめご了承くださいませ。で、これもほんの一部なんですけども、たくさんの方が合格をしております。はい。例えば、東大、京大もそうですし、司法試験であったりとか、ここ最近ですと公認会計士ですね。税理士もそうなんですけども、お祝いとして図書カードを差し上げておりますので、該当する方いらっしゃいましたら、お声掛けください。以上でございます。